き言いいな、女の子には優しくし、せこいことはしなさんな、やっといたらよかった、言う前にやることやっとき。でももう教えてもらわれへん、もう褒めてももらわれへん、デパートのプリンが好きで、神戸のパンが好きで、漬物が好きで、阪神が大好きで、運動神経はいい割になぜかめっちゃ足が遅くて、競技にうるさくて、たまに兄弟と間違われた。持っていてももう食べてくれなかった。もっと早く買うてきたら、よかったな。大人になって役立つ将棋は覚えとかなあかん言うて、おもちゃ屋でパンと駒を買うてくれた。現実的でサバサバして弱音なんか吐かんおかんな。明日から入院するし、一応言うとくわ、ありがとう。